はい、ブンカラです。前回ですね、遺跡そして、スポーンブロックを見つけたので、仮拠点をまた建てました。遺跡の素材とジャングル、そして近くにあるダークオークアカシアで作ってあります。まあ何もない仮拠点ですよね。で、前回見つけたスポーンがこれですね。よっ。前回見つけたスポーンがこのスケルトンのスポーンなんですけど、これでちょっと経験値トラップっていうものを作っていこうかと思います。じゃあ北を、まず方角が結構重要なので、F3 キーを押して、方角が出てきます。これだとこっちが北になるんだな。じゃあまず敵が湧く範囲っていうのをちょっとここ掘っていきたいと思います。よし。これ砂とかね、砂利の落ちるブロックっていうのはここの間に1個ブロックを置いてやって、下に松明とか置いてやって壊せばこう楽にねアイテム化することができます。よいしょ。こっちが来たってことはこっちに5マスぐらいあるかな。よし、これで掘り終わったかな。あっちが北向きで、スポーンブロックから北に3個、東に5個。で、西に3個に、南に、5個か。だね。よいしょ。なんで、東と南は5で33って感じかな。うん。じゃあ、こっからさらに2マス掘り下げます。よいしょ。よし、とりあえずだいぶ準備ができたかな。これで2マス掘り下げて一応準備はできました。ここにまた2段さらに掘り下げましょう。方角で言えば、南の方角ですね。南の方角をまた2マス掘り下げました。2段掘り下げたところの上に看板をつけていきます。よいしょ。うん。で、こっちから水流そうか。うん、いい感じだね。2マス掘り下げたとこからさらにまた2マス奥に掘っていきます。よいしょ。で、ここに看板をよいしょつけてやると。で、下がって、よいしょ。で、ここ看板の1個隣にフェンスゲートをつけてやると。よいしょ。これはつまらんようにかな、このフェンスゲートはね。多分そうだよね。よいしょ。ここ2マス開けます。一応看板があったらこういう感じかな。うん。で、上に掘っていきます。上に掘っていくんですけど、この上に掘っていく高さは一応22マスで掘っていこうと思います。よいしょ。それは後で説明します。じゃあ、そしたらここ今は看板、こっちは看板、フェンスゲートで水が止まってる状態ですね。じゃあ水を入れた1個上に看板をまた置きます。看板水、看板水っていう風にやっていこうと思います。一応こんな感じですね。水、看板で、またここに水を置いて、看板置いて、水を置いて、看板が1個違うけど、水置いて看板、水置いて看板ってやります。で、今回ね、このトラップが上の方、地面に結構近いとこにあるので、多分上に一回上がると思います。よいしょ。16、17、18、19、20、21、22、ここまで、この高さまで一回スケルトンを上げてやることになりますね。よいしょ。痛い
痛い。この上は、太陽を通さないブロックにしてやらないと、スケルトンがお昼に出てくると燃えてしまうので、よいしょ、こんな感じかな。そしたら次こっちに4ブロック伸ばしていきます。2、3、4、まあ、ここは見えても大丈夫で、ここはね、日に当たっても大丈夫なとこなんで、よいしょ、こんな感じかな。一応この上も湧き潰ししとこうか。よいしょ、なんか十字架みたいで怖いねよいしょ、そしたらまた次こっちに落とすね、あれを作っていかなきゃいけないんだけど、こういう時はここに水を垂らして、この水の力を使って安全に作業していこう。よし、おお、石がない。10、10、ここまでね、10か。えい、とりあえずどうしようかな。よいしょ、ここも見てろ。よし、でこっち側にも看板をつけてやると、でこっちから水を流したら、まあここに看板があるんで、こう水を流してやると、あとはこっちに落ちるだけなんだけど、俺が落ちたら死ぬね。ここで10なので、22の高さにしたいんですよね。スケルトンの HP が、どのぐらいだ ?10 か。ちょうど 21.5 の高さで、瀕死の状態まで持っていくことができるので、ちょっとそれに合わせてやっていきます。よし、この高さまでくれば死ぬってことか。とりあえずゾンビとか、スケルトンがこう生まれて流れて、ここを上がってきて、こっちに渡って下に落ちた頃には瀕死になると。そういった感じですね、今作ったのは。よし。やっぱもうちょっとガラスがいるな。ガラスで見えるようにしたいもんね。よかった、ここ、砂漠で。よいしょ。じゃあ 21.5 の高さにしたいんで、ここにハーフブロックを1個置いてやります。じゃあちょっとこの周り削ろうか。よし。じゃあ、ここが暗くないと、このスケルトンが出てこないので、1、2。スケルトンのスポーンより2個開けて、その上に天井を作っていこうか。この上も、ハーフブロックをこうやって並べておいてやれば、この上にも湧かなくなるので、よいしょ、一応敷き詰めてやります。でも僕は怖いので、この辺も松明を置きます。で、大体周りにスポーンブロックの周りは敵が基本的に湧いたらダメなので、よいしょ、なるべく湧かないようにしといた方がいいかもしれないですね。さあ、じゃあ流していくんですけど、これね、流したらすぐにもうほぼほぼ湧いてしまうので、ちょっと注意が必要ですね。あれ、もう一個奥だったかな。ここまで水が来ちゃダメなんだけどな。1、2、3、4、5、6、7、あ、もう一個先だったな、水流すとこ。
っとこれ本当はもう一個あっちまで掘らなきゃダメです僕がミスってますこれ。よいしょ。なので今回はちょっと簡易的にここの下を一マス開けてここから水流します。よいしょ。じゃあこっちに流して一マス開けて流して一マス開けて流してを繰り返して、よいしょ。うん、これでいいかな。で松明を取ってやると、そしたらここでちょっと水が溜まってるんで、ちょっと待ってよ、湧くなよ、振りじゃないと湧くなよ。湧いた、逃げて俺、逃げて俺、ちょっと暗いけ見えんけど逃げて俺。あー怖い、瀕死でここに落ちてくるはずなんだよね。あまりにもすごく死ぬようだったら多分高さを間違えているのでね、こんな感じでもう一段置いてやればいいかな、ハーフブロックをね。これでどうかだよね。あ、よかった。じゃあ僕が多分上に上がる高さを間違えていたので、まあ、この状態であればこうやって一発で死ぬ高さなので、どん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 やれるってわけですね。よかった、できて。じゃああとはまあこの辺周りをね綺麗にして、あと遺跡の素材を使ってね作るって僕言ったんで、それも試したいなと思います。で、この粘着ピストン、粘着ピストンをねせっかく持ってきたんで使いたいんですよね。よし、こんなもんかな。特になんかしたわけじゃないんですけど、まあここに半ブロックを置いて、ここから降りてきてここから上がれるみたいな。でここのレバーを上げてやると、ここのピストンが動いて、この踏んだらピストンで殺されるっていうのをここでせき止めてます。本当だったら、わあうるさいな、ここを踏まれたらレッドストーンを通ってここのブロックに伝わるんですけど、これをすることによってここで遮断してしまうということですね。よし、じゃあ今回はですね、スケルトンのスポーナーを使ったトラップの紹介でした。ありがとうございました。ちょっと真横を落ちてくるタイミングで終わりたいな。ありがとうございましたって言って、ね、落ちてこねなるべくスポーンに近い方に寄った方がいいかな。この辺かな。さあさあ落ちてくるんだ、早く。ありがとうございましたって言ったんです。ああ、むしろ早くて見えねえチャンネル登録よろしくお願いします。